本日のお誰かは誠にありがとうございます。ルーツアドバンタイム杯 T1 第55回秋のボリード決定戦、今日から5日間にわたって行われます。今日は朝から爽やかな秋晴れのもとレースが行われております。全レース予選競争が最終第12レースまで行われます。皆様最後までこのバスボートで楽しんでください。こちらこれからの時間はレースヴィーナスアリスちゃんを迎えまして、トークショー、そして抽選会、最後には握手会を行います。皆様こちらイベントプラスまでお集まりください。それではアリスちゃんに登場してもらいます。トラバルソーとレースヴィーナスアリアリの登場です。皆様どうぞ拍手をお迎えください。現在日本一を目指すということで皆さんの応援お願いし、今日はやってまいりました。というわけなんですけども、9月の17日から11月の8日まであります。皆様1日1票よろしくお願いしたいと思います。あれはいかがですか、やってます、はい、たまにやってます毎日ごめんね毎日じゃないですけど、たまにやってます。今回だって1年にならないと大変なんですよね。そう、何が大変かというとね、このちょんまげ安く止まってこちらのちょんまげなんですけども、日本一にならなかった暁には出世大名から出家大名になるということを、ね、宣言しておりますので、皆様この癒し君出家大名にならないようにお力添えをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。あのぜひね、そこでお会いしたらこちらのうなぎ触ると出世すると言われておりますので、ぜひ癒し君のちょんまげ触って皆様この秋この先のね出世目指してもらいたいなと思います。はい、私も触りました。触りました。触りました。あれどうですか、癒し君とは何回かお会いすると思うんですけども、はい、ちょっとイベントとかで遠巻きに見てることは何とかあるんですけれども、うん、ここまで近くで会うのは初めてです。でもあれやにあれでしょ、はい、今日は朝からお客様の、あ、そうです、そうです、お客様なんですよね、はい、一緒にお出迎えをしてもらって、うん、はい、お客様にも人気で、私より多分人気あったんじゃないかなっていう、ららはい、大人気でした。ということで今回はですね、家康君は今日とそして明日1日お休みをもらいまして、あさってからの後半の3日間もこちらの浜松オートレッソに来場いたしますので、ぜひ家康君の応援と家康君の状態を触って1日1票お願いしたいと思います。お願いします。さていよいよ秋のスピード決定戦が今日から始まりました。実はね、前回までアリエルとこちらのステージで、はい、秋のスピードは5日間来るから、はい、予想は絶対に当てたいよというお話をしましたね。しましたね。しましたね。はい、なんか、なんなら前節はこう G1 に向けて、はい、ちょっと予想の仕方を勉強しようかなって話したんですよね。うん、そうなんですよ。しかしながら、はい、アリエル、はい、今回さえ忙しくて、そうなんです。放送席にいつも来るんですけども、はい、今回は一回も放送席には来ません。そうなんですよ。一度も行かないです。で、なので予想することできず、はい、皆さんきっとね、私の見ていたお客様も多いと思うんですけども、はい、こちらアリアリの予想は今回さありませんので、本当ね、残念ですよ。先生、多分気が入ってるでしょ。でも結構ね、私ねやる気だったんですよ。うん、出たいなって思ってたんですけど、はい、なかったっていうね、そんな話もなく普通にこうスケジュールを見てたら、あ、これ予想ないなって自分で気づくっていう自分で察知するっていう感じ。でもね、今回これだけ近くは大丈夫
代わりに、はい、ピットラコートって言って、そのソーラー内の状況だったりとかをレポートするっていう役目がありますので、はい、そういったところでいつもと違った方法からお勉強できたらいいなと思いますね。ちなみに今日は第4ゲーム発売中にソーラー内からピットレポートを、はい、送ったわけですけども、どうですか、はい、ソーラーの中の状況というのは。やっぱりだいぶ気温が高いなっていうのと、あとはちょっと風が強いなっていうのを感じましたね。ね、今日は確かに風が強いですよね。はい、あのここ2、3日日本全国ではかなりね気温の方が高くなっていまして、はい、ここの浜松地方はですね気温がすごく高いですよね。そう、本当に10月の半ばはもうちょっとね涼しいのかなっていうね、去年までの気候ではあったんですけども、ちょっと今年は異常気象で、昨日の前景に含めてかなり気温の方上がっているんですけども、はい、そのあたり外に立っていて、部屋でもないところで立っていて、日差しの感じなんかはどうです？はい、日差しの感じ、あ、日差しの感じはちょっと強い感じがありますね、その私が行った時の時点では。はい、じゃあやっぱり気温が暑くなって、気温が高いし、気温が高くて日差しも強めでっていう感じはありますかね。あともうちょっとで30度に達しますので、皆様ね熱中症には気をつけてもらいたいなと思いますので、水分補給などして深めでオートレース楽しんでもらえたらなと思います。はい、そしてこちらのスペースではですね、アリアに今日はお笑いライブのベイビーギャングさんの MC も行ったんですよね。そうなんですよ、あの先ほど5レース発売中にこちらのイベントプラザでお見せさせていただいたんですけれども、はい、この後9レースでもまたこちらイベントプラザでありますので、皆様ぜひお越しください、お集まりください、よろしくお願いします。5レースのディーディーギャングのお笑いライブどうですか？はい、いやもうすごい、いつものライブでは見たことないくらいに若い女の子がやっぱり多くて、若い女性が多かった。一番前の列全員若い子みたいな、こんな光景初めてみたいな感じで。本当ですか？はい、やっぱりね女性人気がすごいみたいですね。今日のベイビーギャング見に来たよってお客様いますか？この中でどうでした？かっこよかったですか？かっこよかった、かっこよかった、実はね放送席にも、はい、ベイビーギャング登場してもらいまして。そうですよね、先ほどかっこよかった、かっこときめいが出ましたね。やっぱりねときめきますよね、なんかイケメンのお兄ちゃんがいるとね、本当になんかあとお二人ともそのテレビとかで見るより背が高いですよね。すごい高いの。そういやね、行くところによって190センチ、北見さんが190センチ、それリンタロウさんが180センチということでね、2人とも高いんですね。そう、お二人とも身長は高くてね、またビシッとスーツ決めてるでしょ。そうですね、あとそこでやられちゃうんですよね。うん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 、わかりますわかります、スーツいいですよね、男性のスーツ、男性スーツはやっぱりちょっと燃えちゃいますよね。わかるわかるわかる、皆さん来ました、女子の方は多分わかってくれる、はい、お客様多いと思いますけども、たまにアリアの胸をキュッとさせるために皆様、はい、たまにはスーツの姿でね、スーツでこうスーツ着てくれてもいいですよ。お待ちしてますよ。お待ちしてます。この後もね第9レース発売中にベイビーギャングの方々のお笑いライブがございますので、はい、皆様ねそちらもぜひ楽しんでもらえたらなと思います。はい、よろしくお願いします。そして今回からは2日間ともにインフォメーションを前に置きまして、はい、浜松王とお楽しみ大抽選会も行われます。はい、当日第10レース以降の未確定車券2000円分ご持参の方に抽選する権利があるということで、はい、今回はねかなりの豪華商品取り揃えております。そうなんですか？そうなんですよ、秋の味覚&モンドセレクションということで、はい、まずは松茸。あ、すごいすごいでしょ、すごい、やっぱ秋の味覚代表ですよね、だってそう代表、うん、そして秋といえばカニ。あ、カニもいいですね。今回はタラバガニを用意しておカニですか？いい。でやっぱり日本人といえばお米、はい、そうですね、コシヒカリ、新米コシヒカリ、おー、ね、豪華商品でしょ、すごい。でまだまだあるんですよ、はい、最高級カステラに、うん、博多マロン、うん、そしてね名古屋フランス、うん、やっぱり浜松といえばうなぎパイ。あ、うなぎパイね、そしてホンマラスクとか、うん、あとはねスイートポテト、
ント。あ、すごいですね。すごいでしょ。で、忘れてはならないのは家康せんべいも。おお。用意されておりますので。さすが。ね、すごいね。いろんな商品取り揃えておりますので。なんかどれもらっても嬉しいですね。そうでしょ。結構数抽選会で欲しいものと欲しくないもの分かれると思うんですけど、うん、結構どれが当たっても嬉しいって感じですね。なんか別にマステキ当たらなくても、うん、なんか最高級のカステラってどんな感じだろうって、うん、嬉しいですよね。やっぱり秋といえば食欲の秋にも当たりますから、うん、ね、やっぱり食べ物が本当に美味しい季節になりましたので、ね、皆さんぜひね、この10列以降の未確定車券2000円分でこちらのスロット参加することができますので、皆さんもぜひね、いい商品もゲットして、そしてね、同時に車券も当たるとなお嬉しいと思いますから、ね、皆さんぜひね、レースも買ってイベントも楽しんで、そしてね、帰りお家帰りのお土産も持って帰ってもらいたいですね。せっかく来たんだからね、もう余すことなく楽しんでほしいです ね、 ね。そして明日13日日曜日ですけども、はい、日曜日また総内観戦が行われます。そうですね、うん、はい、あの私と一緒に総内観戦というイベントで、普段の総内観戦あるんですけれども、はい、明日は私も一緒にあの総内観戦行きますので、皆さん、はい、いらっしゃってください。よろしくお願いします。そして明日のお笑いライブは、もう皆さん本当にご存知かと思いますけども、ハリセンボンのお二方がこちらに来場いたします。はい、そしてアリアリのステージも明日行われるんですよね。そうですね、はい、こちらイベントプラザの方でまたトークショーの抽選会させていただきます。そして放送席の方ですけども、放送席では来ないんですけども、CS 放送にてまた明日のピットレポートアリアリ行いますよね。はい、そうですね、明日のピットレポートを行います。明日もイベントに、そしてレースも激しいです。かなり充実して一日こちらのハロバトンドレッで楽しめると思いますので、皆さん明日も朝一番からご来場していただきたいと思います。お待ちしております。お待ちしてます。さてこの後なんですけども、第7レースに配布いたしました抽選会を行っていきたいと思います。皆様は抽選会お持ちの方はしっかり抽選番号を確認してください。それではただいま準備いたしますので、皆様少々お待ちいただきたいと思います。これ癒やすくできるのかな、癒やすく抽選できない、できない、ダメ、あ、癒やすく、あ、いける、いけます、お、いけるいけるいける、せっかくなので癒やすくにもお手伝いしますね。